ホッケンハイム。ホッケンハイムは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州ラインイコールネッカー郡に属す都市。同名のレーシングサーキット、ホッケンハイムリンクの所在地である。マンハイムの南約 20km のバーデンイコール、ビュルテンベルク州北西部に位置する。ラインイコールネッカー郡に6つある、大規模群都市の一つで、 マンハイム上級中新地区の管轄下にある種別ベツインゲン、中中新地区に属す。ホッケンハイムは2001年1月1日に大規模軍都市となった。ホッケンハイムは隣接するアルトルスハイム、ノイルスハイム、ライリンゲンと共に行政共同体を形成している。ホッケンハイムはオーバーライン地交体内のフランクフルトアムマインからバーゼルに至る通称路沿いに位置する。 地域を貫いて流れる暗い日は不破川が、地域を広い東部地域と狭い西部地域に分割し、ホッケンハイムにほど近い結柱でライン側に合流する。以下の市町村がホッケンハイム市に隣接する。北から時計回りに、結柱、シュベツンゲン、オフタースハイム、ライメン、ザントハウゼン西の飛び地、ライリンゲン、ノイルスハイム、アルトルスハイム、以上。 いずれもラインイコールネッカー郡。市の西側は、ライン側が、ラインラントイコール、プファルツ州との天然の境界をなし、これを挟んで、シュパヤー及びバルト勢連合自治体に属す、オッターシュタットと向かい合う。ホッケンハイム市には、ゲマインで、自治体はない。つまり、地域は、比較的よく統一されており、単に統計上の目的で5つの地域に分けられている。 例えばライン川沿いの入植地、ジーゲルハインのように固有の名前を持つ居住区で識別される場合もある。ホッケンハイムの起源は769年に遡る。ロルシュ文書の贈与証明書にオチョンハイムの名前で登場する。この村は、その後、ホッチェンハイム、ホッチキンハイム、ホークンハイムなどと表記されている。行政記録、資料、土地台帳などに記録された。 ホッケンハイムの名前は、何、世紀もの間にホークジェンハイム、ホキンハイム、ホーケンハイム、他のハイドルバーガーアンプス、ホチェケイン、ホグクナ、ホカナオ、ホカナオ、ホガナといった具合に様々に変化し、アカナという表記すらある。ホーケンハイムという名前は、1238年になって初めて現れた。中世には、ホッケンハイムは長い間出版や司教の貢献家に、 あった。1462年に、プファルツ選定校の入植地となった。17世紀に、フランス人がこの地方にタバコをもたらした。それ以前は、この地域では、特にホップが栽培されていた。1803年にこの町は、バーデン領となり、シュベツインゲン管区の管轄下に置かれた。同じ頃に、インズルトハイム地区を合わせて町域が拡大した。 19世紀のタバコ栽培は、1860年、この地域でのタバコ工場開業に寄与した。1879年にこの町は、ライン側の直線化のために、町域の一部を提供しなければならなかった。この町は、その後再び発展を続け、1895年7月22日に、バーデン大公フリードリヒ一世によって、都市圏を授与された。20世紀の初めには、 アスパラガス栽培がホップ栽培にとって変わった。種別インゲン地方管区長が廃止されると、1924年にこの新しい都市はマンハイム管区に属し、1938年にこの管区はマンハイム軍に改組された。1929年と1931年にこの都市は無人の森林地域、種別インガーハルトを併合し拡大した。 ホッケンハイムリンクは、1932年5月29日に、サーキットとしてオープンした。第二次世界大戦後、タバコ工場の衰退が始まった。やがて、この都市は、ホッケンハイムリンクの街として知られるようになっていった。1973年1月1日に、マンハイム軍は廃止され、ホッケンハイム市は新たに設けられた、ラインイコールネッカー軍に編入された。 1991年にホッケンハイムは第11回バーデンイコールビュルテンベルク州庭園博の開催地となった。1999年に人口2万人を超え市が申請した大規模軍都市への昇格は2001年1月1日にバーデンイコールビュルテンベルク州当局によって発行した。ホッケンハイムははじめシュパヤー市教区に属した。 全プファルツ選定公領と同様に、ホッケンハイムにも宗教改革がもたらされ、1547年からわずかの間に信仰の改革がなされた。しかし、その後もカトリックの信仰は残った。プファルツ選定公領の宗教分離に際し、1707年にホッケンハイムの聖御をルク教会はカトリックに明け渡され、ホッケンハイムの改革派は、 隣接するライリンゲンの教会に所属することとなった。北ンハイムの教会組織は1866年までライリンゲンの教会支部の扱いであったが、この年に完全に独立した。1905年から1907年に教会組織は自らの教会堂を建設した。この教会は1910年から1911年に完成したネオバロック建築の教会堂で、 市の中心部マルクト広場に面して立っている。現在のプロテスタント市教会である。この教会は、まずオーバーハイデルベルク教区に属し、後に、シュベツインゲン教区に移った。この教会組織に属す信者は7000人を超えるが、分離、独立されていない。教会組織は、ルターハウスを本拠として、定期的に集会を行っている。ホッケンハイムのカトリック教会は、 1707年から、この都市の唯一の教会であった聖ゲをルク教会を獲得していた。この司祭区ははじめシュパイアー司教区に属したが、1821年から1927年まで新たに創設されたフライブルク大司教区に所属し、ザンクトレオン主席司祭管区に置かれた。1899年にフィリップスブルク主席司祭管区に移された。1906年に、 それまでの教会が公民館として使われることとなり、教会は新しい教会堂を建設した。1960年に種別人間主席主催館区が新たに設けられ、ホッケンハイムの聖ゲオルク教区はこの主席主催館区の一部となったが、1976年にはこの主席主催館区は再び廃止された。これ以後、この主催区はビースロフホ主席主催館区に属している。 ホッケンハイム聖御をルク教区は、隣接するノイリスハイム、大林ンの教会と共に、ホッケンハイムボ牧連合を形成している。ホッケンハイムには、これら二大教会の他に自由教会や、その他のキリスト教組織がある。福音派メソジスト教会もその一つで、19世紀の後半にはすでに運転レンミュール通りにあった、建物祭事を行っていた。 1958年から1959年には、現在のキリスト教会が建設され、独自の福音派教会組織を有している。さらに、ホッケンハイムには2002年に建設された新使徒派教会もある。組織は1951年からすでに形成されていた。イスラム教の教団組織は、タールハウスにモスクを有している。この他に、トゥアキシュ。 イスラミーシャンファーインホーケンハイムウントムガブン EV、ホッケンハイム及びその周辺地域のトルコイコールイスラム連合という組織もある。各時点の地域内の人口推移を示す。第二次世界大戦後の市長2001年以後は上級市長を以下に列記する。ホッケンハイム市議会の2004年6月13日の選挙以後の議員数は22である。 北拳ハイム市の紋章は黒地と青地に上下に分割。上部は中央線から赤い爪、赤い下、赤い王冠を持つ金の獅子の半身が描かれる。下部は銀色の針のついた棒が二本斜め十字に組み合わされている。この町の最も古い印象は1609年に応印されたことが証明されているが、おそらく16世紀から使われていたと考えられている。 上下に分割の紋章には、上部に左向き、向かって右向きの獅子、下部に十字に組み合わされた二本の張り付き棒が描かれている。両主を象徴するプファルツの獅子と村を示すデザインを組み合わせるのは、旧プファルツ選定工領の自治体、ホッケンハイムは13世紀から1802年まで、プファルツ選定工領に属したでよくあるパターンである。十字に組み合わされた、 ハリツ希望は、教会を示す標石や、1748年に、旧聖下をルク教会に備えられて、現在は、バンハイムのライスエンゲルホルン博物館に、収められている金に見ることができる。このデザインは、村の名前の民間語原説、古今、イコールハーケン、ハリに由来する。村の名前は、8世紀後半に、 オチョンハイムとかホッチキンハイムと最初記録されており、人名の保護に由来する。印象のデザインは時代と共に変化している。死は歩く姿や中央線から半身が現れる姿で描かれ、バーベン時代には割愛されたりした。針は時に三つあるいは四つのバラが隅に飾られたりした。1895年7月22日にホッケンハイムは都市に昇格した。この頃に、 当時有効であった最も古い印象デザインに基づいて、彩色を施した紋章デインが確定した。ホッケンハイムにあるタバコ博物館は1984年の開館で、この分野のものとしては、バーデンイコール、ビュルテンベルク州で最初の博物館であった。2年後の1986年にホッケンハイムリンクにモータースポーツ博物館がオープンした。 ホッケンハイム最大の公園は、ガルテンシャウパルク、庭園博公園である。この公園は、マンハイム・シュトットガルトロ線沿いに、駅から、北の町外れまで伸びている。1991年に、ここで州の庭園博が開催された。隣接するシュタイク・ビーゼンパルクやエーバートパルクも、ガルテンシャウパルクの一部に数えられる。この他のスポーツ、余暇施設としては、ガール。 1904年に創設されたホッケンハイム国民銀行はやがてクアウントラインプハルツ国民銀行に統合された。また、1875年に創設されたホッケンハイム貯蓄銀行を2004年まではホッケンハム地方貯蓄銀行はハイデルベルク貯蓄銀行に合併された。こうしてホッケンハイム固有の金融機関がなくなった。ケンハイムには 多くの老人ホームや養護施設が運営されている。また、多くの幼稚園が整備されている。ホッケンハイム市は、カールフリードリヒガウスギムナジウム、テオドールホイス実家学校、グスタフレーゼマン養護学校の運営を行っている。また、この他に、多くの基礎家庭学校、本家庭学校も運営されている。ラインイコールネッカー軍立の学校として、 火星学の専門教育を行うルイーゼ・ペータース、シューレがある。ホッケンハイムには、この他に、音楽学校や市民大学がある。カルポフ・シャッハアカデミー・ホッケンハイムは、ラインイコール・ネッカー地域のチェス選手を発掘、育成する機関である。ホッケンハイムは、ドレスデンと並んで、ドイツチェス連盟の2大拠点の1となっており、トレーニングス・クツプンクとデア・ユーゲンと、オリンピア・マンシャフトン、 若いオリンピック出場者の養成拠点の称号を与えられている。以上は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。